アトランティス西地区に向かったマシュマー一行。目指すはアンタルタ前哨基地である。基地を出て冷え切った雪原の空気を肌で感じながら先に進むと一人の男に出会った。その名は助力者アロン・ライスナー。彼はサブクエスト反復で行える185レベルクエストの管理者である。どうやらこの先北東にある溶接の深淵という場所のモンスター討伐を依頼したいようだ。だが、驚くべきことにその数は4種類のモンスターを各500体ずつである。ただでさえ強いモンスターを500体も狩れるか正直自信のないマシュマー一行であったが、あれこれ悩んでいても始まらない。その重くのしかかるプレッシャーとともに雪原を一歩一歩踏みしめまずは溶接の深淵へと足を運ぶのであった。果たして彼らに待ち受ける運命とはいかに。恐るべしスサノーサーバー、襲いかかるのはモンスターだけではなかった。溶接の深淵に一歩足を踏み入れるとまず目についたのは、右上にある PVP の深紅に染まる丸いアイコンである。ここはアトランティカというゲーム内で PVP が合法的に許されているエリアなのだ。とはいえアトランティカ民は温厚な人種が多く普段からプレイヤーを積極的に狩ろうなんて人はそう多くない。しかしながらマシュマー氏は普段日頃の行いも災いし、好きあらばその首を買ってやろうと思っている人は多い。ライバル国家ではそのチャット内で暴言を吐かれまくられ、溶接で放置狩りをしてクエストを進めようものなら容赦なくキャラクターを被せて来られたりする。つまりはやられる前にやるしかないのだ。なわけねえだろ。だいたいなんでドラゴンボールなんだよ。いやさ、最近ゆっくり動画離れが起きてるからさ、ちょっとは面白い小ネタでも挟まないと見てもらえないかなと。今日は溶接の深淵のおすすめ情報ってわけなのね。そうそう、初心者の人には縁遠いかもしれないけど現在アトランティカエンドコンテンツの一つとされていて、放置するだけでお金が稼げる美味しいコンテンツなんだよね。なるほど、でいくらくらい稼げるんだ。だいたい1キャラあたり100ギガくらいは硬いかな。でも放置するのに消耗品とか使ったりするから経費もかかるんだよね。はいはい、この散乱たる女神の生命水ね。確かにこれ作るのにアトラスの原石使ったりコストかかるよな。500体倒してクエスト終わるまで放置しないとならないから結構な数用意しないといけないんだ。時間にするとだいたいどのくらいかかるんだ。マシュマーさんでだいたい8時間くらいかかるから熟練戦闘回数の問題もあるし1日でやりきらなくてもいいかもね。人によっては何日かに分けてやっているだろうね。まあ、どちらにしても185レベル内と入れないからサブとかも強くして余裕のある人しか来ないよ。日頃の行いが良ければ放置してても人に狩られるなんてことはないだろうしね。あと、このクエスト進めてもらえる報酬はお金だけじゃなくていろいろなものと交換できるんだ。溶接の深淵に入る手前にいる交換 NPC でいろいろなアイテムがもらえるよ。クエスト報告するとき左側のアイテムと交換するのを間違えないようにしてくれよな。これ間違えて破れた深淵の記録もらわないと8時間が水の泡とかします。それでその交換リストはこんな感じ。基本的にはみんな一番上の箱と交換すればいいと思う。この箱の中から金貨とか白金貨がたくさん出てきてお金に換金することができる。それ以外にも覇王の剣とか高く売れるスキル書なんかも出たりするから割と美味しいよ。そりゃ PK されるリスクがあってもみんなこのマップに集まるよな。そして注目は2番目のオデッセウスのスキル書箱だ。こちらは主にオデがリニューアルされた際に実装された新スキルを手に入れることができる。でも別に溶接で放置してれば結構ドロップするでしょ。確かにするけど、それじゃ時間かかっちゃうからね。主に対人でしかオデなんて使わないからみんな一気に育てたいんだよ。アテナの鎧とトロイの英雄とトロイの木馬だっけか。その中でもトロイの英雄は通称オデバフと呼ばれる後ろにいるキャラにバフをかけて受ける物理ダメージを全て半減してしまうというやべえやつだ。杖ひがぽっくりやられないようにいつもマシュマーさんが使ってるやつね。それともう一つがトロイの木馬でこれは3列目まで打てる攻撃スキルなんだけどそこまで威力があるわけでもないからあまり使われない。
最後はアテナの鎧でこれが実にうざったいスキルだ。なんと敵から受けた物理攻撃を 500% で反射するとか頭がおかしいこと書いてあるが、対人ではそこまでじゃなくても、割といいダメージを反射してる。これによってカウンタースタンのタニアやキンと同じくらいおでも叩きにくくて前にいると困るんだよね。上の動画は対人の時にどのくらい反射するかを検証してる時のものなんだけど、どうやらワシントンのスキルの占有愛をかけてダメージ 1.5 倍になったとしてもその分は多めに反射しないみたい。あくまで反射量はダメージ依存ってわけでもないんだね。あとオデッセウス自体が防御して受けるダメージが減った時は反射するダメージは下がる。それだとダメージ依存っぽいけどどうなんだろう。あくまで外部からのスキルとかによる影響は受けないだけであってオデ自身の行動はその限りではないって感じなんだろうね。そうするとオデノーガードだからチャンスだとか言っておいそれと叩くと大ダメージ反射しちゃうと。かといってガードしてればあんま反射しないからって殴っても今度はダメージ自体が通らないしな。元からあるスキルの武装解除と縦強打も打てるし嫌がらせもできるから板ライタでうざい傭兵ってことには変わりないね。タイベリーサ戦とか必須クラスだしな。ということで、本日は氷結の深淵でクエストこなすとどんな恩恵があるかをご紹介させていただきました。次の動画も絶対見てくれよな。まだドラゴンボールの影響受けてるな。